太陽国軍、太陽国軍、太陽国軍は、タイにおける軍隊である。タイは、インドシナ半島の一部を領有する王国である。タイ軍の目標は憲法に示されているように、国家、宗教、国王及び民主主義という太陽国の基本を守ることにある。また、タイ軍の最高指揮官は国王であることも、明示されており、国王は王権をもって、戦線布告。 講和締結を行い、緊急直令を発布できる。大軍は、王国の王政、独立、国土を保全するために戦力を準備する。東南アジア諸国連合との協力、アメリカ合衆国などとの集団防衛、軍備生産の自立、共産ゲリラの転覆などを基本的な政策して、行ってきた。軍隊の編成は、陸海空からなる三軍体制であるが、内務省や、 国境警備警察、独立不評大隊、独立系騎兵大隊、国境警備隊、義勇レンジャー、地方義勇隊の準軍事組織もある。政軍関係においては、非常に軍部の影響力が強く、1932年の立憲革命以後、頻繁に軍人が首相に就任しており、また国防大臣は、ほぼ全期間にわたって軍人がついている。これは、 タイにおける軍人の社会的な地位の高さ、指揮権が国王に帰属していること、歴史的に脅威が高まって、軍人政治の必要性がもたらされたことなどが要因として考えられる。国王の下には首相が置かれている。首相は国王の命令の下で早急な必要性があると認めた場合は、内閣と国家政策会議の承認に基づいて、 あらゆる命令を発令することが可能となる。軍事行政機関として国防省が置かれている。なお、国防大臣は現在文民のみがなることができる。ただし、退役軍人は文民とみなされている。国防省の補佐役として大臣秘書室があり、関連の独立機関として退役軍人会、在京軍人会がある。国防省の内部は大きく分けて、 時間室と太陽国軍最高司令部がある。時間室では財政、軍事裁判、各し公団の経営、この衛兵などの統括が行われる。最高司令部は人事、情報、教育、作戦など実際の業務が行われており、陸軍、海軍、空軍もこの海組織である。なお、実際において力を持つのは最高司令部ではなく、陸軍、海軍、 空軍の司令部であり、その規模から陸軍の力が圧倒的に強い。大国民たる男子は、満18歳の誕生日に予備役の登録をした上で、満21歳に達する年の4月に徴兵検査を受験する義務がある。徴兵制度は、ラーマ5世紀成果の1905年、仏歴2448年に施行された標法に基づくものである。なお、 20世紀初頭には国軍に加え警察官も徴兵で確保する制度となっていた。その後、立憲革命直後の警察改革に伴い、徴兵警官制度が志願制に切り替えられて廃止になり、軍については当時現存していた大日本帝国陸海軍の制度を参考に、現在まで続くシステムが構築された、言われている。ただし、士官は校生や、 一般の学校、また読む3から6年に所属し、軍事化ウィチャー・タハーンを3年以上受けた者、体、精神に、障害のある者及び、体力のない者は徴兵の対象外となる。また、徴兵の対象者が多すぎるため兵になることを自ら、希望する者以外は、徴兵対象者は、くじ引きによって決定される。女子は徴兵の対象外であるが、18歳以上で、 希望すれば、訓練を受けることが出る。徴兵検査の時に逃げるか、受験を拒否した場合は10年以下の懲役が課せられた、上、軍及び警察公務員への就職が障害できなくなる。徴兵対象者は18歳時点で登録をした、予備役の名簿に沿って、21歳に達する年の受験を指定される。この制度は、日本陸軍の想定名簿制度に近い。 徴兵状が渡されると、各県庁所在地の指定された場所に集められる。受験者はまず身体検査を受け、そこで合格を言い渡されるとくじ引きに進む。第二本帝国陸海軍の場合は、公主合格者が枠を超える場合に抽選が行われていたが、これと同様のものである。抽選箱には、陸軍、海軍、空軍、三つをまとめて、赤票、徴兵免除、 黒表の四つのくじが入っており、これらを箱から手で引くことになる。三軍の中では特に海軍の訓練が厳しいことで有名でくじ引きの結果海軍への入隊が決まったものがその場で気絶したこともあった。この模様は大前度にテレビ放映され、毎年の恒例行事の一つとなっている。タイは男性期を切除したニューハーフと呼ばれる人々が 他国に比べ多いが、現在、大の法律では、戸籍の性別は変えることができない。そのため、ニューハーフであっても、戸籍上の性別が、男性である限り、徴兵検査や、徴兵のくじ引きに参加しなければならない。しかし、今までは、強く勇敢な兵士になれそうになく、軍の風紀も乱れる恐れがあるとの理由から、精神障害者ということにして、不合格としていた。 ところが、ネーション紙2008年3月20日号によると、最近、ゲイ権利団体が、軍に、徴兵検査失格証明書に、精神障害者であると記載されているために、就職やローンの審査で不利になると抗議た。それを受けて、防衛省徴兵局長のソムキアット将軍が、精神障害者と記載するのはすぐに止め、男でもなく、女でもなく、ニューハーフを差別するのでもない。 新しい第3の性別名を探してみるとべた。第3の性別名が決まるまでの間は、徴兵検査を受けるニューハーフは、30日以内に、感知しない病気にかかっているとして、不合格にすることとなった。さらに、第3の性別名を適用されるためには、3年間連続で、彼らが真剣に女性として、生きようとしていることを証明するレポートを軍に、 提出しなければならないと、ソムキアット将軍は述べた。ちなみに、徴兵検査参加者のうちニューハーフが占める割合は、毎年1%未満である。以下は、CIA のファクトブックに基づく、軍事区分有効総動員数、2004年15から45歳まで、軍事費。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。